日本の経済や日本企業の基礎力は石田梅岩の思想にある。7分間でワクワクするビジネスが見えてくる、チャンストゥーチャレンジ、中島誠二のビジタツセブン。第43回目のテーマは、日本の経済や日本企業の基礎力は石田梅岩の思想にあるということで、今の言葉伝わりました？日本の経済や日本企業の基礎力は石田梅岩の思想にあるっていうことですよ。いや、もっとちょっと言っておきますね。明治維新後の瞬く間の近代化も、太平洋戦争後の驚異的な速度での復興も、石田梅岩による日本の基礎力があってこそってこの本に書いてあるんですよ。すごいでしょ。私ね、これ読んだ途端にね、いや素晴らしい本だなということで、この森田健二さんが書いている「なぜ名経営者は石田梅岩に学ぶのか」ということなんですね。石田梅岩、まあご存知でしょうね、このビジタスセブンで石田梅岩が登場するのはこれで2度目ということなんですが、なぜ石田梅岩にこれほど中島誠二はこだわるのかと。実は石門神学実践講座というものを、まあ、毎月開催してるんですね。実は今月開催した回数が91回目ということは、もう8年目に入ってるんですね。毎月、まあ、ビジネスリーダーたちが集まって、10人ほどが集まって、そして石門神学石田梅岩を学びながら、それをどうやって日々のビジネスに生かしていくかと、まあ、石田梅岩の思想に学び、現代のビジネスにどう生かすかを研究しているということなんですね。120分ぐらいいつもかけてやってるんですが、そこにはもう80年は石田梅岩を、石門神学を研究しているというこの後藤三宮先生がいろいろアドバイスしてくれてるんですね。ということで、私たちはどうやってこの石田梅岩、今から300年前の、まあ、塾を開いた石田梅岩のこう価値観が今のビジネスに間違いなく通用するぞと、またふつふつとずっとこの300年の間、石田梅岩のその価値観がいろんな企業で、いや、いろいろな人の中で発信されてきたと。実はこの石門神学実践講座のこれまでの参考図書は、この魂の証人石田梅岩が語ったこと、山岡正義著と、まあ、これだったんですね。ところがもうこの一冊丸々みんなね、そこに出てる人たちが丸暗記するぐらいこう学んだんですね。今ちょっと言い過ぎてますが、はい。ということで、次の図書を何にしようかと、どのような参考図書にしましょうかって言った時に、まあ私たちのその中のメンバーの竹花俊明さんがね、なぜ名経営者は石田梅岩に学ぶのか、森田健二氏のこの本がいいぞって言ってくれまして、それで私がその初めにを読んだだけでも、先ほどの明治維新後の瞬く間の近代化も、太平洋戦争後の驚異的な速度での復興も、全部この石田梅岩の基礎力があってこそなんだっていう、ここを読んだだけで、いや、これはいい本だと、素晴らしい本だということで、今私たちは改めてこの石門神学実践講座でこの本をベースにして学び始めたということで、私はこだわってるんですが、今の話なんですね。実はこれがパラダイムシフト75で、これ75年周期で、まあパラダイムがシフトしてきてる、価値観が転換するということを言ってきたんですが、明治維新がある、寛政の改革がある、実はこのまた75年前が享保の改革で、1730年ぐらいと、まさに石田梅岩が活躍して、そして8代将軍徳川吉宗が享保の改革をしてた時と、そこから150年後ぐらいのこの明治維新でもその価値観が生きていて、あれほどの近代化、スピーディーな近代化を実現した、そしてあの太平洋戦争であんな状態になりながらも、まあ、驚異の復興を遂げたのも、あの石田梅岩の価値観があってこそだっていうことなんですね。そしてこの本の中にも書いてあることなんですが、あの幕末に多く来日した外国人たち、まあペリーを代表として、まあイタリアの人たちも来た、先進国のいろんな人も来た、その人方はもう口々に、実は日本の高い技術力、
そしてまた優れた経済システムについて評価していったと。そして今後先進国を脅かすのは日本じゃないかと。そのぐらいに日本というのはちょっと他のアジアの国とは違っていたということなんですね。先ほども言いましたように300年前に石田梅岩が語ったことが、実はその後150年後、いやその次のまた200年後にも出てきていると。そしていやいやいや未だにっていうことで、この石田梅岩の著書、一番最初の著書「土肥問答」というんですが、その中にこんなフレーズがあります。商人で道を知らない者はただ貪ることだけをして家を滅ぼす。商人の道を知れば欲心から離れ、人心で努力するので道にかなって栄えることができるだろう。これが学問の徳というものである、という、こういう価値観で展開しているのが石田梅岩なんですね。実は私の2冊目の説著、ね、儲けないがいいにも実は石田梅岩であり、この半兵衛夫さんが出てるんですね。半兵衛夫さんのこれは11代目の当主なんですが、私がいろいろお話しさせてもらったんですが、実は10代目の方がこんな、まあ、お手紙じゃないですね、こんなことをこの今11代目の方に語ってくれた。それは戦後すぐですよ。うちは昨日今日できたお布屋へないんや、先祖代々がお布で生きてきたんや、このありがたいお布を闇から闇に葬り金儲けするなんて真似はできないんや、そんなことをしたらご先祖さんに叱られるで、こんな世の中はそう長くは続かない、必ずきちんとした商売ができる時が来るから、それまで辛抱しんやと。ですから石田梅岩の教え、戦技公理をまさにこの10代目の人も、いや11代目のこの玉置半兵衛さんも実践していたんですよ。実はこの半兵衛府の3代目の人がこの石門神学であり石田梅岩に非常にこう傾倒していた。そして自分の娘さんに梅とか岩とつけたと。ちょっとかわいそうですね。いやその時代なら大丈夫なんですかね、石田梅岩の梅とか岩をそのまま娘の名前につける、いやまあそんなことどうでもいいですね。はい、ということで戦技公理というこの価値観、私がこの本の中でも、いやまたいろいろなこうセミナーでも使ってます、この戦技公理という価値観のこのトライアングルを作ったというのもこの石田梅岩のおかげ、石門神学を学んだおかげだったということなんですね。そして石田梅岩をいろいろ研究するうちに、時代超越の神学ということで石田梅岩ここにいるわけなんですが、この石門神学というのはある意味の哲学だと。哲学すなわちこの石田梅岩は人間の本性とはどういうことなのか、これを追求することによって経済学であり、そしてまた経営学にこう行き着いていく。すなわち石門神学というのは、まあ、石田梅岩も言っていたことなんですが、天の摂理というのも整理という言い方をしているんですが、それが関係しているんだと。だからそれが哲学であり、そこが価値観の領域、そこから次の発想の領域なり行動の領域にっていうことで、いや全ての元的な発想があるんで、時代を超えたとしても今通用する価値観になっているんだと。不益流行という言葉があって、まさに不益のところというのはこの石田梅岩がそこの一番重要なところをいろんな角度で発信していてくれたんじゃないのかなっていうことで、今回は日本の経済の経済や日本企業の基礎力は石田梅岩の思想にあるっていうお話でした。不益流行の不益、大切にしましょう。